かれてる場合じゃなかったわね。事態はむしろ悪くなった気がします。どうしてだ。この財宝の相続権は今のところ僕にあるわけですし。あら、辞退するんじゃなかったの？もちろんそのつもりです。ですが、犯人がそう考えてくれるか。なんだ、犯人に心当たりでもあんのか？いえ、そういうわけじゃありませんが。まずいな、みんな気が立ってきてる。早く事件を解決してこの島から脱出する手段を考えねえと。コーヒーを使った毒殺と屋上からの遺体の運搬、2つのトリックのやり方から犯人がこの館や島の地理に詳しい人物だってことは分かった。問題の動機も事件の背景を考えてみれば明らかだ。殺されたヤンとクライドはいずれも15年前の和彦さんの父親の誘拐事件の共犯者。この島で和彦さんと鉢合わせて2人ともさぞや慌てたに違いない。真相を知っているのではという疑いが恐怖に変わり、その恐怖から殺意が芽生えた。それを感じ取った犯人は逆にいち早くヤンとクライドの2人を殺害した。あとはその証拠を確かめるだけか。刑事やったらおらんで。あたしもただ待つのはやめや。つまらんもん。
て、そううまくいくわけねえか。鍵がかかってる。とにかく倉橋さんが夕飯の支度に追われている今のうちに部屋の中を確かめねえと。倉橋さんの部屋に入る方法？うん、高弘さんに頼まれたんだ。何か用事があるみたいだよ。高弘さんが？あの人、気に入らないことがあるとすぐ怒鳴ったりするんですよ。ああ、恐ろしい。ほら、倉橋さんはご飯の支度で忙しいでしょ。だから困ったわね。以前は旦那様がマスターキーを持ってたんですけどね。今はどこにあるの？マスターキーか。あるとすれば英次郎の部屋か。けどメモを見つけた時にはそれらしいものは出てこなかったな。ってことは上の部屋の方か。金庫があるぜ。やっぱり鍵がかかってる。4桁の数字を当てはめないと開かねえ仕組みか。番号が違うみたいだ。
し、開いたぜ。どうやら利根栄次郎にとっても15年前の事件は深い意味を持っているらしいな。よし、マスターキーを見つけたぜ。これで倉橋さんの部屋を調べられるぞ。この部屋のどこかに手がかりがあるはずだ。もうあまり時間がねえな。急いで探さねえと。女の人の写真だ。年齢は30代後半ってとこか。倉橋さんとはどういう関係なんだろう。コナン君、どこにいるの。ご飯だから出てらっしゃい。タイムアップだな。これだけ探して見つからねえってことは、ここには証拠になりそうなものは置いてないってことか。倉橋さんの様子から見て、てっきりここに何か隠してると踏んだんだが。コナン君。おいコナン。そろそろ行かねえと。後でまた考えを整理してみっか。なんや、ここにおったんか。服部。倉橋さんの部屋行ってたんやろ。おもろいもん見つかったか。いや、俺の方はおもろいもん見つけたで。これ。この写真は？島の外れにある墓地のそばに落ちとったんや。女の人と小学生くらいの子供が写ってる。多分親子だな。この女の人、さっき倉橋さんの部屋で見つけた写真に写っていたのと同じ人じゃないのか。そうだ、間違いない。この人は一体。少し整理してみるか。コーヒーを使った毒殺と館からの遺体の移動、2つのトリックのやり方から見て、犯人はこの館や島の地理に詳しい人物に違いない。どうやらあの人が犯人と見て間違いなさそうだぜ。
毒殺のトリック、遺体運搬のトリック、事件の動機になった背景、そして慌てて証拠を隠そうとした不審な行動、あらゆる要素が指し示す殺人事件の犯人は、そう、執事の倉橋元明だ。しかし今回の事件はどうもそれだけじゃねえ気がするんだよな。雨、今夜は安心して眠れそう。まずあら、そうね、あなたはいなかったわね。今夜は誰も死なないわよ、海に日が沈まなかったのか。ケビンのことはいいとしてもだ、あっちはどうする。しかし兄さん、彼自身がああ言ってるんだし。いや、わからんぞ。お前も見ただろう、あれだけの財宝を前にしたら。俺たちはまだ気がついてなかった。この日も赤い太陽が厚い雲の向こうでは確かに海の底へ沈んだのだということも。スミコさんの声や。服部、カズハちゃん、東館の方からや。行くで。 おい、ひでえ。こいつは一体誰が、こんなむごい。兄さん、コウスケさん、気持ちはわかるが、高弘さんが寝てる間に
あの銀のナイフで心臓を一突き中途やな。ああ、あの様子じゃ助けを呼ぶ場もなかったろうぜ。私はただ朝の皮膚で心臓を一突きか。トリックを巡らせたこれまでの殺人とは随分手口が違うな。トリックを用いるだけの時間的な、あるいは精神的な余裕がなかったのか。例えばこの殺人は犯人にとっても予定外の行動だったのか、それともそんなことをする必要がなかったのか。まあどちらにしてもまず犯行を疑ってかかるべきなのか。この場に姿の見えない倉橋さんと。なあ、メイリンさんの姿が見当たらへんのやけど。そういえば、いませんね。まさかあの風水師が。早がてんすんなよ。そや。メイリンさんは人殺しなんかせえへんって。カズハ。大方、また当たらねえ占いでもしてやがるんだろうぜ。それとも、自分の部屋で人殺しに殺されちまったかな。何言うてんの。ラン。ま、いいさ。俺は今日にもここを出る。あとは皆さんで好きにやるこったな。なんて野郎だ。ランちゃん大丈夫？うん、平気。まったく、なんちゅう人やろ。あんなこと言うて。でもあの人本当はそんなに悪い人じゃん。ねえ、私はただね。彼女には僕とコウスケさんがついてますから、皆さんはメイリンさんを探してください。おお、そうだな。まず彼女の部屋へ行ってみよう。この部屋は一旦鍵をかけて。そう、倉橋さんがいないんじゃそれもできないか。とにかく部屋のものには手を触れないように。いいですな。さあ行きましょう。すみこさん、おっちゃんには悪いけど今のうちに調べておかないとな。